安田女子大学4年生の松下かな子です。今回は中区袋町にあるエビバルカマロンさんにやってきました。それでは早速中に入ってみましょう。こんにちは。エビバルカマロンさんは今年の4月にオープンされたんですよね。はい、そうです。美味しいという噂を聞きつけてやってきたんですけど、なぜエビの料理を出そうと思ったんですか？オーナーが生粋のエビ好きで、ずっと前から出したいと言ってたんですけれども、やっと念願かなってオープンしました。おすすめのランチをお伺いしてもよろしいですか？はい、エビフライセットになります。こちらがエビフライセット。あ、すごい、エビフライ大きいですね。はい、これが1尾なんですか？1つの、エビを背開きして叩いて大きくしたものを2匹乗せてます。はい、すごいボリューム満点で美味しそうですね。いただきます。美味しい。すごいエビがプリプリしてて、衣もサクサクですね。本当に中身がぎゅうぎゅうです。他にもメニューがあるんですか？はい、ランチがこちらのエビフライセットと、あとエビフライと唐揚げが3つ乗ったエビカラセット、あと唐揚げがメインの唐揚げセットになります。夜のメニューもあるんですか？一番のメインはあちらにいるロブスターのつかみ取り、はい、あとは各種のお料理をご用意しておりまして、はい、トートマン君エビのすり身のフライなんですけれども、はい、こちらがおすすめとなっております。はい、そのエビのつかみ取りって先ほどおっしゃったんですか、お客さんができるんですか？もちろんです。ちょっとやらせていただいてもよろしいですか？それではロブスターのつかみ取りに挑戦したいと思います。おー、重い、そしてでかい。取れました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後にお店の PR をお願いします。はい、本通りからも近いですし、お仕事帰り、お買い物帰り、ふらっと立ち寄っていただいて、美味しいお酒を片手にいろんな国のエビ料理を楽しんでいただけたらと思います。今回は中区袋町にあるエビバルカマロンさんからお届けしました。また次回お楽しみに。